貴乃花デラックスの真似して。さあ、お超初心者、今始めたばっかのウィッチに当たっていく。てか初心者でそんなカードって集まんの？こんな初見です。突然ですが帝王様、女子高生か JC、 どっちが好きですか？これいくか。ちなみにウルトロス、ポイントってそんなたまるもんな？てかそのポイントってかそのカードってそんなたまるもんな？なんでそんなビギナーゼロでグランプリなんか潜れんの？普通潜れへんくらい。まあゴブリンはまあわかるけど、これでなんかその普通と同じ動きしてきたら、今頑張ってカード集めてきた人と大して変わらんってなるような話的に。マナリアウィッチか。マナリアなら9000程度で作れますよ。いやー、これだってなんでビギナーでこんなカード持ってんの？マナリアぐらいなら作れる。てか金の力を行使するとなんか昔パズドラでなんかドラゴン伊藤やったっけ、ドラゴンタイガー桜井とドラゴン伊藤ってなんかいたやん。なんかそのフードをかぶってドラゴン伊藤みたいなのいたんやけど、あの人なんか金の力で何でもやるみたいなやってて運営から消されたからな。その恐怖を祈りに変えよう。コンチャ、コンチャ、富士蔵さん、コンチャ、フェアリーテイルのキャラか。ん？いや、ドラゴン伊藤っておらんかったっけ昔。名前ださ。え、ドラゴン伊藤っておったよな昔。あれ？え？金遣いすぎで。あ、間違えた。マックス村井。じゃあ昔ドラゴン伊藤とタイガー桜井とパンダ山田やったかな、パンダドラゴンすぎた、パンダ村田みたいな、その3人ぐらいのなんか YouTube で活動してたんやって。なんかそのバンド活動みたいな感じで。こんちは、昔おったんやって。誰やねん、わら。え、知らんのみんな。え、知らんの、もしかしてタイガー桜井とドラゴン伊藤とおったやん。ジャングルかけタイガー桜井とドラゴン伊藤おって、知らんのマジで。てかこれマナリアの始祖確定型のウィッチか、ウィッチか、小賢しい。マナリア、小賢しいな、これ。嵐の近藤なら知ってる。まあ、いや、でもネクロマンス使いたくないな、ここ。アンガールズ山根。帝王様コンチャ。バッファローで行くか。さすがにこっちの強いな。マックスサトシなら知ってる。え、ドラゴン伊藤知らんの？ドラゴン、あ、ウルフ北川とか、それなんか動物の名前と自分のなんか名前を合わせるみたいな。まあタイガー桜井はちょっと有名になりすぎたからあれやけど、そのタイガー、あい、これもうやばいパターンやで、これやばいパターンやで、これでもオルトロスをこいつに使っていくっていうプレインが間違ってないと。マジか、ドラゴン伊藤知らんねや。ドラゴン杉田は来た。おかしい。回復もないし、ギルネリーゼ早めに欲しい感じはあるが。ホエルであります。おしんが使っていちいちソルコン当てるか。ここ冥界の炎をくれてやろう。ギルネリーゼ、あー、グレモリーか。でもルリア引いたからこれでギルネリーゼは取れるから、出せるから、キルネリーゼさえ出せば回復できるんで、まあ、土に関しても、マナリア1体やったらな、まだ防げるかな。これ2体3体出てくると嫌やねんけど。はい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 。横展開していこうか。ファフニール引いていく。4で6やから、蘇りし3。全ては天の里氏に収束しますね。3で、ネクロマンスこれ6やったっけ？ネクロマンスが、6、あ、小賢しいな。絶妙に小賢しいな、これ。4で6やから、蘇りしも3個すなよな。これも、まあ、小賢しいことに。3で6やから。いやー、かといって、ルリアを出すことはちょっとできないしな。帝王はアルトロス。いや、オルトロスも出さんだろ、普通に考えて。いや、フラン、あ、でもネクロマンスを使わないという意味では、フラン出すのあり。か、黒幕ハサトシ。まあ、ええか、フラン。スパチャの8割ぐらい謎の飛行士さんが占めてそう。あ、これで。
こう行くか。まあちょっともったいないかもしれないけど、まあ、この動きが強そうやな。スパチャーの8割ぐらい謎の気候、いやそんなことないと思うで、そんなそれは多分ないと思う。グランプリどうだった。うわー、それでこれマナレシスト確定サーチでマナレシスト出てくる。でも小賢しい進化ちょまずいこれ、ま、いやマナリア確定サーチの応援型強いよな普通に。ジャクジャンワラまずいぞこれ、油断してるとすぐやられちゃうなこれ。あケレケレケルベロス大きい、ケルベロス大きいぞ。私はめっちゃの番犬よ。サイバー桜井バッファロー牛島やったでわ。順調によりファルコンブースト。いやこれは結構強いぞ。こういってワンちゃんアイコンとしたの、こういってグランプリまだ優勝してないよ。何これ、ヤストラで生まれんのこれ。いらない、いやいるか、まあいるいるいるけど、いらまあどっちでもいいから、まあこれで取るか。アイシールドの地獄の中に入れようじゃないか。タイガー桜井知ってる。タイガー桜井有名やな。まあモンストとかで有名や。お次よ。あー次のターンバーストダメージ出す感じか。画像消してしもうたわ。やめて顔やめて。なあ、うまい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 、うまいな。ルリアからのギルリリーゼ行きたいなここ。こういうタコタコはいらんから消えてもらって。負けました。私行くね。回復欲しいからこれで当てて。てかこれ取らんか。タイガー桜井こないだシャシャシャのランクまでバッチングしたよ。グレモリん、グレモリーでいいんかこれ。今何ショーしてるん。グレモリーで良さそうな気がするけどなこれ。でも次のターンでも相手運ゲーにかけるしかないくはないのか。グレモリーで良さそう。いやでも回復しなかったら負けんなこれ。打点は同じ。いやだってこれで当たったら回復できへんからな。いや、加点、あ、これ1点与えんのか。あ、だから一応取れんのか。だったらグレモリーでいいんか。グレモリーと回復。グレモリーで、グレモリーやな。グレモリー一択やな。グレモリーで、まあ、これで1で当たってくれるから。まあ、リーサルワンチャン、これある ?6、3、取れへんのか、結局。はい。まあまあ、いやこれでも6、結局盤面取られたら無理だけどな。運ゲーにかけてくるのかもしかして。これ未来史の魔女、あれこれ出せる。俺ファルコンゴールム7個せやから使え、んあーそれでいけんのか。ちょやめて、うんこ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 一体うんこ、あおおおおおお、勝った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 図式やけども足りひん。あーかわいそうに。うわうわマジか。いやー危なかったな。でも2枚あと発動してなかったから、まあ結構まあまあ惜しくもなんともないって感じやけど、でもこれは良かったな。よろしく。